はい、どうも、スタジです。今回の動画なんですけども、今回の動画は、僕が餌用として飼育しているヤマゲネズミ。この子たちの、現状を皆さんに報告しようかなと思います。よかったら最後まで見ていってください。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、ということでね、今映ってるのが、僕が餌用として飼育しているヤワゲネズミたちなんですけど、前回の動画では、3週間ぐらい前かなの動画では、この子たちが、子供を産んで、ピンクマウスが生まれましたというような動画を上げたんですけども、それからね、時が経ち、はい、今こちらにいるね、ピンポン玉みたいな大きさのおちびちゃんたちが、前回の動画でピンクマウスだった子たちです。もうね、毛も生えて目もしっかり開いてますね。立派なおけけマウスになりましたね。すごくちっちゃいです。でもね、ちゃんとヤワゲネズミっていう感じの見た目してますねすごいね、気になってるね。いや、ネズミの成長早いですね。もうこんな感じでね、しっかり一人でね、歩き回ったりクシクシしたりとか、あ、なんかちょうど食べてますね。あんな感じでもう乳離れもしたみたいで、自分から水を飲んだりご飯を食べたりしてます。でですね、今奥の方に、はい、見えますか、すんごいわっちゃわちゃですけど、またね、赤ちゃんが生まれました。といっても生まれたてではなくて、もううっすら毛も生えている状態なんですけども、順調に増えていってます。まだあっちにいる子たちは、この子たちと同じタイミングで生まれた子だと思うんですけど、少し成長が遅いのか、まだね、お母さんのお乳を飲んでますねいや、順調に増えていってくれてますね。今はね、オスとメス離しているので、今いるこのメスの子たちから生まれてくる子が最後ですけど、多分あとこの子かな、あとこの子がまだ産みそうですけども、それが生まれて落ち着くまでは、しばらくオスメスは離しておこうかなと思います。君一丁前だね。もう独り立ちしましたみたいな感じになってるね。すっごいちっちゃいんですよ。あ、でももうだいぶ大きいな。なんか見るたび大きくなるな。この子たち早いんですよ。めちゃめちゃ早いんでね、捕まえられない。捕まえたと思ったらね、ピョンと飛んでっちゃうので、あまりね、触れないんですけども。でね、この子たちね、意外とね、ガジガジ噛んでくるんですよ。すげえ痛いんでね、ちょっとね、警戒しながら、おいおいおい、あ、一匹はぐれちゃってるよ。でね、僕の家にいる子たちはね、男の子女の子ともに目がね、黒い子しかいないんですけども、生まれてきた子の中にね、目が赤い子がいるんですよね。アルビノなのかな、目が赤い子がいたりします。ここにいるかな。ちょっとごめんよ、君たち痛いのよ、噛まれたら。はい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 、この下におるんじゃないかな。あ、いっぱいいる、下にいっぱいいるわ。じゃじゃーん、おちびがいっぱいいますね。このちょっとね、薄いクリーム色みたいな毛の子、この子がね、目赤いんですよね。何、
何なの、噛もうとしてるの。わちゃわちゃですね。ちょっとね、この群れの中にこう手を突っ込んでね、モフモフしたいところなんですけども、ガジッとね噛まれると痛いんで。チャンスか、いけるか、チャンスか、じゃじゃん、こんなサイズです。ちっこい。あー、待って待って待って、ごめんよ。こら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 、すぐ脱走しようとする。うん、結構ね、模様というか柄というかいろいろいますね。この子は結構全体的に茶色い、茶色いというかネズミ色っぽい。あれ、クリーム色がいなくなった。クリーム色が奥に逃げてったのかな。世話しない、世話しないな。いや、でもね、やっぱり成長が早いな。もうこの子たちは立派なヤマゲネズミだね。ちっこいけども、まあこれ、この調子でね、どん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 増えていってほしいですね。こりゃこりゃこりゃ、あー、ダメだよ、またダメだぞ。ちょ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 、はい、ということでですね、今回の動画はこの辺にしようかなと思います。僕の家でね、餌用として、飼育繁殖させているヤマゲネズミたちなんですが、まあ、こんな感じで順調に増えていっております。ただね、今のところこの子たちを餌として使う予定がないので、まあ、しばらくはね、たらたらペットとして飼育していくことになると思います。はい、ということで、今回の動画は以上となります。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちっちゃ、おけけ。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。